HE219UFUHE219A-5R12965 機 HE219UFU はハインケル社が開発し第二次世界大戦中期からドイツで運用された夜間戦闘機である。愛称の UFU とはワシミミズクのことである。ドイツ空軍において最初に射出座席を装備した。洗練された設計で 当時のドイツ空軍機の中ではかなりの有速機であったとされる。同時期に運用されたイギリス空軍の DH-98 モスキート夜間戦闘爆撃機の後期型には低高度では速度で劣ったが高度12000メートルにおいては勝っていた。第二次世界大戦か A 空軍によるドイツ本土への夜間爆撃が本格化する中でドイツ空軍が 爆撃機を改造した応急的な夜間戦闘機しか保持していないことを憂慮したヨーゼフ・カム・フーバー大佐はハインケル社に P1055、P1056 という開発を停止していた機種の再設計を要請した。結果、誕生したのが総発の本機である。原型1号 AG219V-1、型は1942年に初飛行を行い、 最高速度時速6 1 5トルを記録している。これは今までの1088頭を転用していた夜間戦闘機の中で最も高速であった。翌年の3月にレヒリンの空軍実験センターで行われた模擬空戦でも 1088R や DU217N に圧勝、航空省から300機の量産受注を獲得する。 1943年6月1日の夜、第一夜間戦闘航空団に配備された、先行生産型の HE-219A-0 型が、第一飛行隊の司令官、ベルナー・シュトライプ少佐の操縦によって、デュッセルドルフに飛来したイギリス空軍爆撃隊を迎撃5機のランカスターを撃墜して、ウイジンを飾った。その後も、夜間戦闘機部隊の天敵であった。 デファビランドモスキートを撃墜するなど、その高性能ぶりを示した。本機に搭載されたダイムラーベンツ DB603 系エンジンは、信頼性に不足がある部分が多く、当初搭載を予定していた高高度型 DB603AA 及び高出力型 DB603E は、特に不十分で量産に入ることができず、結局搭載されたエンジンも、 本格的な高高度仕様ではない DB603A もしくは B 型であり、その供給すらビビたるものであった。また、本来予定していた DB603G に至っては、エンジンそのものが実用化できずに終わった。さらに、代替エンジンとして期待の持てたユンカースジュモ211シリーズの搭載も検討されたが、これは18、8の搭載エンジンであったため、 本機に優先配分されることはまずありえなかった。加えて必要以上に多彩な兵装のバリエーションも生産を阻害する原因であった。その上、いくつかの部隊では本機を正規のルートではないところから導入していたこともあって、実はタイプの内訳については謎が多い。また、ハインケル社は HE219 にジェットエンジンを搭載することも 考慮していたと言われ、そのため、地上で機体の姿勢が水平になる、前輪式降着装置や、当時としては、世界的に珍しい射出座席を搭載したとも、言われている。初期の HE219 のコックピットには、倒立式の防弾板が備え付けられていた。これは、キャノピー前面の風防に、防弾効果がなかったためであるが、後に廃止されている。夜戦を目的とした機体のため、 当然レーダーが装備されていた。爆撃機だけではなく、デハビランドモスキートといった、追犯機の脅威を取り除くため、HE219A は後方にもレーダーが取り付けられた。ひついレーダーは、他のドイツ夜間戦闘機同様、ネプツーンやフグ2 0にリヒテンシュタイン BC といった機体先端に取り付けるものであった。これは、鹿の角と揶揄されるように機体の空力特性を、 阻害する空気抵抗の大きいものだった。後期になると、18、18にはより小型化されたマイクロ波長レーダー、フグ240、ベルリンが試作され、取り付けられるようになる。当然 HE219 にも搭載試験が行われたと推測されるが、生産台数が少なかったために試されなかったのか、それを証明する写真、資料は残っていない。戦後 HE219 は、 連合軍に接収されて、各種試験を受けたものの、ドイツ軍でのような高評価を得たわけではなかった。米軍パイロットからは、出力不足を指摘されており、特に離着陸時の出力不足が問題であったと伝えられている。これは、ある意味当然であり、本来必要な DB603G よりも低い、出力のエンジンで、計画時よりもさらに重くなった機体を飛ばさなければ、 ならなかったためである。ハインケルでは4機等、放射状6バンクの呪母222の搭載さえ、計画していたほどであった。胴体と2機のダイムラーベンツ DB603、終戦後の1945年6月16日、アメリカ陸軍航空軍は、ルスティ作戦を実行し、デンマークのカーロップ空港に、放棄されていた A A、NJG-1 の HE219A- に、 ワートナマー290-202を回収、飛行可能な状態に修復した後フランスのシェルブールイコールオクトビルに輸送した。そして21日に他の捕獲されたドイツ軍機と共に護衛空母のリーパーに乗せられ、ニュージャージー州ニューアークの基地に運ばれた。アメリカ到着後、HE219A-2 ワートナマー 29202YFE-614 のナンバーを与えられ、 インディアナ州のフリーワン基地でテストが実施された。1949年1月に国立航空宇宙博物館の所有物となり、修復され現在はスティーブン海、ウドバーヘイジーセンターにて展示されている HE219A-7R1 の三面図。ありがとうございます。